それでは今回も YouTube コントリビューターズサミット2019ロンドンに参加してきた時のロンドン旅行記をご紹介いたします。今回は前編大好きなハリーポッターのご紹介になります。ロンドン市内の聖地巡礼をしたのはもちろんなんですけれども、ロンドンの中心街から少し外れたところにワーナーブラザーズスタジオがありまして、ハリーポッターツアーというのがあって、日本で早々とインターネットから予約をして参加をしてまいりました。ロンドン市内の聖地巡礼では前回の動画でもご紹介したミレニアムビレッジなんかも行ったんですが、このレデンホールマーケットも目的の一つでした。金融街のすぐそばにあって、突然こういきなり歴史的な感じの街並みになるんですけれども、ハリーも一番初めにハグリッドとこちら歩いております。でこの奥に見えている青い感じの建物、これがですね、魔法界への入り口パブモレナベの外観として使われた、現在はメガネ屋さんだそうですけれども、この外観パブモレナベの入り口に行ってまいりました。記念写真を撮ってきたんですけれども、若干目がうるうるしてるかなと思います。そしてユーストンという大きな駅から30分ほど電車に揺られてワトフォードジャンクションという駅へ行きました。でここの駅改札を出ますと、このようなハリーポッターツアー専用のバスがあります。このバスに揺られて15分ほどでそのワーナーブラザーズスタジオに到着するんですけれども、バスの中ではこのようにフリットウィック先生役の俳優さんの解説なんかが流れておりますので、気持ちはどんどん高まっていきました。そして、ワーナーブラザーズスタジオハリーポッターツアーに到着いたしました。行った日が10月だったのでハロウィン仕様になっていて、こう展示もダークサイドな展示が多かったように感じます。私は午後3時30分からの会を予約していたんですけれども、少し早く着いたんですが、中はもうハリーポッターの世界観になっておりますし、ショップやカフェなんかもあるのでゆっくり待つことができます。それから入場の準備として、私このようにずっとヘッドホンをつけているんですけれども、これがですね、日本語の音声ガイドになります。日本語の音声ガイドで裏話なんかを聞きながら展示を見ることもできるようになっているので、とても面白かったです。そして実際にツアーが開始されました。もういきなりダーズリー家が出てきて、そしてこのハリーの階段下の物置部屋ですよね。もういきなりこれなんで本当に感動してしまったんですけれども、この後スタッフのお姉さんたちの解説を聞いたり、それから映像でハリーたちも出てきます。そんな映像を見た後、一番初めに現れるのがこのホグワーツの大広間になります。ハロウィン仕様の展示がされていたんですけれども、ここからご紹介する写真はすべてハリーポッターの映画の撮影で使われていたセットや衣装や小道具なんですね。なのでもう本当にどれ一つとして見逃したくない、もう写真に全部収めたいという気持ちでいろいろ見ていたら、結局5時間以上私ここにいたんですけれども、この男子寮とか意外とベッドが小さくなっておりました。そして杖が飾られていたり、これは溝の鏡ですね。私も覗いてみましたけれども、自分のなりたい姿は映りませんでした。そしてグリフィンドールの談話室です。もうこのハリーたちがここで生活をしていたんじゃないかという匂いが感じられるような談話室になっておりました。そして校長室、こちらもとても素敵なお部屋だったんですけれども、いろいろな魔法道具が飾られていてワクワクするような校長室でした。グリフィンドールの剣も飾られておりましたし、なんだか校長先生に呼び出されたような感じになりました。あとは憂いのふるいも覗いてきましたよ。そしてこの肖像画なんですが、実はこれスタッフの似顔絵なんだそうです。そんな裏話も聞くことができました。
スタジオの中には体験ブースもあって、これはほうきに乗って空を飛んでいるような撮影ができるブースになっています。そして薬学教室ですね、スラグホーン先生、そしてスネープ先生、それぞれの教室が作られていたんですけれども、これは撮影のたんびにどんどん広くなっていったそうなんです。それから動物たちの写真なんかもありました。そしてハグリッドの小屋なんですけれども、これはハグリッドを大きく見せるために2種類作っていたそうです。クイディッチのボールなんかも飾られておりました。それから空飛ぶバイクやほうき、車なんかがどのように撮影されていたかというブースもありましたし、ハリーも大好きだったルーピン先生のトランク、それからムーディ先生のトランクもありました。そして映画の中でも大好きな場所なんですけれども、ロンのお家、ウィーズリー家、隠れ穴ですね。とても細かいところまでしっかりと作り込まれていて、こう家庭的な感じがすごく出ていて、とてもほっこりするような場所になっておりました。その後がすぐにこの暗いマルフォイ家の大広間があって、ナギニがいたり、それからこのブラック家の家系図なんかもありました。そして次に出てくるのが魔法省です。私も暖炉から一緒に出勤してみましたよ。魔法省はとても荘厳な作りになっていて、アンブリッジ先生のお部屋があったり、このエントランスの彫刻、この横にはなんとボルデモートのお墓がありました。ここだけなんか空気が違いましたね。そして禁じられた森に入ります。中にはクビークがいてお辞儀をしてくれたり、それからアラゴグの巣もありました。そしてこちらなんですけれども、ハリーのパトローナム光っております。こちらも撮影してきました。禁じられた森を抜けると9と4分の3番線に出てまいります。ホグワーツ特急が待っておりました。このホグワーツ特急の中ももちろん見学することができて、ハリーたちがどんな様子で学校に向かったのか見ることができました。そしてこのホグワーツ特急を抜けると濃い食堂になっていて、ここで私はバタービールを飲んできました。このバタービール意外と美味しかったです。甘いサイダーに甘くてこってりしたホイップが乗っているという感じなんですけれども、意外とさっぱりして美味しかったですよ。一休みして今度は外に出て、夜のナイトバス、それからいきなりダーズリー家が一軒まるまる立っておりました。中をもちろん見学することができましたので、中も見てきたんですけれども、ハリーの物置部屋、それからこのように手紙が待っているリビングなんかもありました。そしてホグワーツの渡り廊下を渡ると、外に魔法チェスの駒があって、中に入ると不死鳥フォークスやドビーたちをどのように動かしていたのかという展示がありました。そして次に現れるのがグリンゴッツ銀行のエントランスです。ゴブリンもいたりしたんですけれども、ここでは非常に面白い映像があります。ありすぎて子供ちゃん泣いちゃってますけれども、ハリーポッターと死の秘宝でハリーたちがドラゴンと逃げるシーンがそのまんま出ておりました。その後はダイアゴン横丁へと行きます。オリバンダーの杖の店とか、ハリーが一番最初にいろいろな魔法道具を揃えるお店が全部並んでおりました。オリバンダーの店はダイアゴン横丁の後にもこのように内観がありました。双子のウィーズリー兄弟が開いたお店、ウィーズリーウィザードウィーズもありました。そしてダイアゴン横丁を抜けると、今度はいろいろな模型が展示されているんですけれども、中でも本当に壮観だったのがこのホグワーツ城です。映画の外観を撮影するときには必ず使われていたそうなんですけれども、ライトアップされてとても綺麗な建物になっておりました。そしてこのホグワーツ城が展示の最後となります。ホグワーツ城を後にすると今度はショップがありますので、お土産を見たりするのがまたとても楽しかったです。もちろん百味ビーンズとカエルチョコレートは買ってまいりました。そして、日本語の音声ガイド付きのツアーを予約していたんですが、こちらの公式ガイドブックがついてくるので、これもとても嬉しいですね。そして翌日朝早くにキングスクロス駅に行きまして、
9と4分の3番線でスタッフのお姉さんがマフラーをこう揺らして写真を撮れるサービスがありますので、こちらの写真も撮ってきました。すぐ横にはショップもあって、でここでヘドウィックゲットしてまいりました。今回行ったワーナーブラザーズスタジオのハリーポッターツアー、これは魔法の世界に行くというよりは魔法の裏側を垣間見てしまうような、そんな感じのツアーになっておりました。映画の裏側を見れた感じでとても感動いたしました。そしてちょっとはしゃぎすぎてしまった私の写真、最後にアップいたします。最後までありがとうございました。